はい、皆さんこんにちは。私は今山梨県の甲府市に来ています。というか山梨県の甲府市に住んでいるんですが、今から駅から出発して北口に向かって武田神社に歩いていきます。帰りはバスにも乗ってみたいと思いますので、お付き合いくださいね。じゃあ行きましょう。まず改札出ます。看板見えますか？北口右側ですねに行きます。ですね、今は行きは歩いていこうと思うんですが、タクシーとかバスで行きたい、そういう人のために先にタクシー乗り場などをご紹介しましょう。もうタクシー見えますね。タクシーに乗りたかったら一番前のところに来ます。そうすると自動でドアを開けてくれます。周辺地図がありました。今この現在地、ここにいますね。ここからずっと北に行くとここです。ここまで歩いていきます。あ、ちなみにここ甲府城の石垣、ここの2番、今の2番が武田神社に行くバスでした。じゃあちょっと歩いていきましょう。今日はいい天気です。青なんで急いで渡っちゃおうかな。ここが武田通りと言われる道です。もうずっとまっすぐ北に行けば武田神社があります。この建物が県立図書館です。今から行く武田神社なんですけど、もともとは武田信玄という有名な戦国武将が住んでいた館の跡になります。館っていうのはただの家よりもっと立派な建物です。でもお城ではありません。その武田信玄には武田の24将と呼ばれる優秀な家来がいまして、その家来たちのイラストが武田通り沿いに置いてあります。はい、青になったので渡ります。武田信玄は強くって有名な戦国武将でした。後を継いだ息子の勝頼が織田信長に負けて、それで、武田氏は滅びました。でその織田信長は明智光秀に殺されて、でその後豊臣秀吉が継いで、徳川家康が豊臣氏を破って江戸幕府っていう流れですね。ちゃっちゃっと歩かないといけませんね。武田神社はあんまり私の友達は興味がないみたいで、甲府に遊びに来てくれた人に武田神社行くって言って、今まで喜んで行くって言ってくれたのは一人しかいませんでした。みんなね、いい、大丈夫って言うんです。いいっていうのは good ではなくて no thank you っていうことですね。そうで、ここの今目の前に通ってるこの通りですね、これは東西に通ってる通りなんですが、山手通りと言います。そしてこの南北に走っている通りは武田通りです。
山梨の人は左に曲がるとか言わないで東に曲がるとか東西南北を使って話すっていう風に聞いたんですけど、その理由がこの道、武田通りが南北にバーンと走っていて、それからさっきの山手通りは東西に走っている、そして武田神社が北にあり富士山が南にあるんです。だから東西南北が分かりやすい。なんとここに日本語教室らしきものがあります。開いてるのかな、知らなかった。いつも私はここを通るとき車なのであんまり歩いたことがないんですよ。おう、このバス、このバスに乗ればもうすぐ本当は武田神社に行けるんです。また別の人がいますね。その向こうにはセブンイレブン、ここは藤原整形外科、その横が中村内科クリニック。こういう個人のクリニックみたいのがある横には必ずこのように三崎薬局、薬局があります。見てもらった後お医者さんが処方してくれた薬を薬局に今度は買いに行きます。あのマークが郵便局ですね。山梨大学って見えてきました。山梨大学は国立大学です。どの県にも一つ国立の総合大学があります。ない県が2つか3つあったはずです。でも大概の県は国立の総合大学が1つあって、山梨大学もその一つです。この石垣から山梨大学ですね。反対側はドラッグストアがありますね。あら、今日入学試験ですかね。ここに山梨大学大学院理工農学総合教育部修士課程前期募集入学試験場って書いてあります。あ、救急車だ。こちらにはローソンですね。コンビニです。あっち側の入り口も梨大、山梨大学のことを梨大って言うんですけど、梨大の入り口で、こっちが工学部の入り口、あっち教育学部とかですね。今日こんないい天気なんですけど、今日本は梅雨です。昨日はすごく雨がたくさん降って、今日も朝まで雨が降ってました。その後今すごく晴れて暑いです。あ、そうだ、あとあの黒い建物が見えますか。
屋根がとんがってる建物ですね。これは大村聡記念館でして、2015年にノーベル医学、ちょっとごめんなさいはっきりしませんが、それを取ったあの大村聡さんが山梨大学を卒業してここで働いてたこともある方です。かもしれないんですけど、ここずっと坂道です。あのだから洪水の心配とか全くないところに武田神社は建ってるんですね。よく神社がある場所は地盤もしっかりしてて洪水も大丈夫な場所だって言われてます。だからお家建てるなら神社のそばが安心。道のそばに植えられている木を街路樹と言います。これ全部桜です。なので4月の桜の季節はこの武田通りは桜が咲いてすごく綺麗です。でも桜が綺麗に咲いてるのって多分2週間ないくらいなんですよ。だからちゃんと見に来ないと綺麗な桜を日本に住んでても逃してしまいますね。こういうのがあるとかがバス乗り場。30分おきですね。見えますか？あっちに山があってこっちにも山があってちょっとあっちにも山があってあの向こうにも山があってちょっと見えにくいけど道路の向こうにも山があるんで、甲府はあの360度山に囲まれてるんです。私甲府の何が素晴らしいってそこだと思っていて、すごくこう守られてる感じがするんですね。山に守られてる感じなのでこの場所は素敵だなって思います。あ、ここもまた別の人の屋敷跡だったみたいです。この辺に本当に住んでたんですよね。なんかすごく不思議、そういうお話でしか知らない人が本当に住んでたなんて。それでそう引っ越してきた時聞いたのが、この辺掘ると昔石垣に使ってた石がゴロゴロ出てくるって聞きました。あ、でこのトムソーヤっていうパン屋さん、これうちの子供が好きでよく行ってたんですけど、昨日も閉まってたんですけど、このやってるはずの時間に。今日は土曜日の、そうですね、今多分11時半。開いてるべきですか？開いていなくて正解ですか？定休日日曜日なので、本当は開いてるはずなんです。でも閉まってるっていうことは、もしかしてお店が潰れちゃったのかな？もともと山梨は人口がどんどん減ってて経済がそんなに良くないんですよね。そこにコロナが来てまた打撃を受け、さっきも来る途中の道がいっぱいシャッターが閉まってた気がして良くないですよね。山梨県の人口は80万人なんです。甲府市の人口が19万人
一方で東京都の人口はもうすぐ1400万人で、東京とか横浜とかの大都市はすごく人が増えてるんですね。でも逆にこういう地方はどんどん人が減っています。はい、武田神社に着きました。今日はお休みの日で観光客が来るはずなので、それであのようなバナナチョコとかかき氷とかお店が出てます。じゃあ渡ってお参りに行きましょう。おお、濃い、うん、すごいね。この両側にいるのが狛犬。神社にはどこにでもいるのかな。そう、あの輪っかがね、面白くないですか。ちょっとでもその前にまずですね、ここで手を洗いましょう。これはですね、何かというと名護市の祓え。名護市の祓えは水月かっこ6月の祓えともいい、半年間の罪汚れを払い無病息災を祈る行事です。この地の輪、地の輪を下の図のように左右中の順にくぐり、罪汚れを払い清め、夏の暑さに負けないように健やかにお過ごしください。やってみます。まずこっち来て、そして反対、最後にもう一回くぐって、はい、あと2回、これで汚れが洗い清められました。あそこに参拝作法で2杯2拍手1杯って書いてあります。つまり2回拝んで2回拍手して1回拝むお辞儀するですね。2回お辞儀、2回拍手、じゃあ行きます。OK ではですね、と行きたいのは親方様の散歩道っていうところです。ですね、親方っていうのはそのお城まではいかないけれども、大きなお家、そこのご主人のことは親方様って呼んだりもしたんですけど、つまり親方様っていうのは信玄公ですね、彼が散歩したという道、行ってみましょう。あ、ちょっと待って、水金窟大きいに、私は見えるそこの小屋の中に、水金窟っていうのはなんか音が聞こえるらしいんですよね。ここに耳をつけると、聞こえましたか。綺麗ですね。あ、すごい、ウコッケ。
これは能楽堂です。ここでお能をやったりするそうなんです。能っていうのは日本の伝統芸能ですね。ちょっとね、ぬかるんでます。こういう土の状態を、こう水があってちょっとぐちょぐちょしてる状態をぬかるんでいると言います。こう水が溜まっちゃってるようなところは水たまりと呼びます。水たまり、よいしょ。わ、結構びしゃびしゃですね。わ、 OK。 今7月2日なんですけど、もうセミっているんでしたっけ。もうこの音を聞くと夏っぽいなって思います。もし漫画にジーって書いてあったら夏の景色で、このジーはこの音です。この青いブルーシート、何だと思いますか？これ実は、発掘調査してるところです。そう、いつもね、掘ってます。この辺も発掘調査してるんですね。わ、水が流れてますよ。普段ここはもちろん水は流れてないんですけど、すごい降ったんですよ。1時間に15ミリとか、それが4時間ぐらい続いたのかな。なんか綺麗。で、多分ここを抜けると武田神社からもう多分外に出てしまいましたね。赤が今カニ食われた。で、ここは武田神社の大手門ですね。この道の突き当たりが甲府駅ですね。これがお堀。これも住んでる場所を守る手立ての一つですよね。バス停は右手側にあります。あれがバス停ですね。行き先がすべて甲府駅北口って書いてあるので、どれに乗っても大丈夫。来た、時間通り。今12時半、今バスが見えてきました。
あれですね。後ろから乗るんですね。乗ります。整理券は。で、降りるときはこのボタン押します。そうすると運転手さんにここで降りますって伝えることができます。お疲れ様でした。今こうやって甲府駅に戻ってきました。私は車を実は県立図書館に停めてたので、車に乗って帰ります。もしよかったらいいねをして登録お願いします。じゃあまたね。